トレーニングモードでは操作方法を短い動画にまとめてあります。まずはトレーニングモードを選んで、ゲームを進めるとトレーニングモードの内容が追加されることがあります。時々確認するようにしましょう。セーブする場所を選んでください。セーブします。操作方法のコツをトレーニングモードにまとめてあります。時々戦いを始めます。戦場を選んでください。知られるか、伝説だ。そう思っていた。今日までは。どうした？のろしだ。村で何かあったみてえだぞ。何？襲撃かもしれねえ。まさか強戦士か。だとしたら厄介なことになるぞ。村に戻ろう。信じられねえ。俺は夢を見てるに違えねえぞ。夢だと思いたいが現実だ。村を守れ。襲われてんぞ。バルハラに行けるんだ。奴ら、女子供もお構いなしだ。畜生、女房は無事なのか。急げ。逃げるの。矢を放つ。こいつが巨人族。でけえ。神々さえ巨人を恐れるって言うが、そのわけがやっとわかったぜ。なんてでかさだ。今日こそバルハラへ行くことになりそうだ。戦を止めよう。俺を導きたまえ。止めろ。出たいくせに早いぞ。待って、助けたまえ。神々よ、どうか加護通るよ。どうかお助けを。俺が仕留めたぜ。龍にをと預かるとお救いください。強い相手と出会った時に
戦士の資質が試されるのだ。神が我らを許さないだろう。オーディンは臆病な振る舞いを嫌うからだ。声を張り上げろ。恐怖を吹き飛ばせ。うわお前たちは勇士か、それとも臆病者か。勇士だ。ならば戦え。神々に勝利を捧げるのだ。人間よ、なぜ巨人を恐れぬか。死を恐れないからだ。戦って死ねばバルハラに召される。戦士にとって最高の名誉だ。戦士と死ねば鈍る兵名落ちる。それだけはごめんだ。だが敵は不死身の怪物だ。敵に背を見せるのは不名誉なことだ。たとえ相手が巨人だろうとな。